本社及び送信書がある AMS ニュータワー中島札幌ラジオ放送株式会社は北海道札幌市中央区に本社演奏所を置いて超短波放送を行う特定地上機関放送事業者である札幌市中央区北区東区西区の各一部地域を放送区域としラジオノスタルジアの愛称でコミュニティ放送を行っている 代表取締役で設立者のあのおとは、北海道開発庁職員などを経て、FM は P やラジオカロス札幌の放送局長を歴任した後、札幌ラジオ放送を設立した。同局では、あの自らパーソナリティを務めている。放送の音質にこだわり、機器に真空管アンプを使用している。中高年をメインターゲットに据え、オールディーズ、クラシックジャズ、夏メロ、 演歌などを中心とした選曲を行っていることが開局以来の特徴である。2006年から視覚障害者を番組制作スタッフに起用したほか一般に協賛金を募って視覚障害者向けの新聞拾い読み番組を放送するなど福祉ラジオとしての番組編成に改められた。その取り組みは新聞やテレビ番組でも取り上げられた。2007年以降代表のあのが キランバレー症候群の後遺症による歩行困難のため番組制作が不能となったことで番組編成の大幅な改変が行われた。また、CM 枠を廃止し、スポンサー企業による協賛に変えてリスナーからの自発的寄付金、アノ王のブログ YouTube などからの収入、アノ王が主催する歴史研究会、札幌学派の負担などによる運営に経営形態が改められた。 あのーは自身のブログで無借金経営である、放送収入もゼロであるが、維持経費もゼロという究極的な健全経営だと述べている。なお、局の公式ブログは2007年3月以降、更新がされておらず、詳細な番組情報を参照することができない状態が続いている。かつては2007年3月10まで更新されていた、公式 HP トップに配置されていた、 ラジオノスタルジア FM78.6MHz ではインターネット放送を配信しています。アドレスはこちらより M3U ファイル形式で視聴可能となっていたが、スポンサー枠配信に伴い導入された寄付金運営に合わせ、通常は寄付者と認められたリスナーのみ限定のネット視聴の環境となっている。2015年前後頃、学生の春休み期間や、 夏休み期間限定で試験的にネットラジオサイトネットラジにて無償放送を実施。2017年には YouTube チャンネルあのゆたかチャンネルを開設し音楽抜きのライブストリーミング放送も開始されている。AB 北海道内コミュニティ放送局の 開局状況総務省北海道総合通信局 abfm-786.com ラジオノスタルジア札幌市中央区に2局目のコミュニティ放送局の免許申請北海道電気通信管理局広報資料1999年11月1日札幌市中央区で2局目となるコミュニティ放送局の予備免許北海道電気通信管理局広報資料2000年3月28日 札幌市中央区2曲目のコミュニティ放送局が誕生。札幌ラジオ放送株式会社に免許北海道電気通信管理局広報資料2000年4月19日。会社概要開局当初の公式サイト会社概要2代目。公式サイトあの豊かプロフィール講演以来。コムハット AB 開局当初の公式サイト札幌の FM 局。新聞読み聞かせ存在感。 産経新聞2007年1月9日、キラッと生きる NHK 教育2006年10月21日、ありがとうございます。